おかしいおかしいおかしい、ダメ、うわ、湿ってる、このまま湿ってる、何やってるの、これドラクエやってんすよ、ドラクエ、ドラクエ、ドラクエ、あータッチパネル、あかんか、触ったあかん、触ったあかん、触ったあかん、そこ触ったらダメ、うん、うん、ビー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 タッチペンでしょ、タッチペン変えちゃダメやん、画面真っ暗になるやん、結果的に何かしたらあかん、すげえ湿ってるよ、なんか口から落ちんのが、だからドラクエやってんの、ドラクエ、すげえ、この飛ばしたらあかん、ナンパね、俺の、俺ナンパやらんのかね、手大丈夫、ナンパね、やらしていいけど、ちょっとあかんで、これあかん、ほんまに今大事なとこやから、あかん、あかん、なんで、やる気ないやん、ちょっと、あー、あかん、電源電源、はっ、ちょっと切ったらあかんて、ちょっとあかんよ、これ切ったら、あ、いらん、そんなん、ちょっと、メタルキング倒したばっかりやのに、あかん、そんなことしたら、ちょっと待って、これもうあかん、今日あかん、言わしてもらう、座りなさい、座りなさい、もう座ってよ、座ってないやろ、ちょっとちょっとクリサカ、カメラ止めろ、おい、クリサカ、ええか、オードリーにばっかりかまってたらあかんぞ、オードリーの金で飯こうとしやがって、気がしろよ、ほんと、それもオードリーの何かのギャラでこうてやろ、そのカメラ、違うんか、違います、ちょっとこれはあかんやろ、今まで、春日、春日、ちょっと今まで黙ってたけど、これはあかんのちゃうか、ほんま、何が、俺怒らせたらどうなるかしてんの、ああ、俺怒らせたらな、今日で最終回にします、今日でハイタッチ最終回にします、トリビーキの社交辞令でハイタッチ、イエーイ、さあ、今回もですね、いつものように進行役は私、飛び石連休の藤井こと新加瀬大衆です、よろしくお願いしますいやーちょっと残念なお知らせがあるんですけれども、ちょっとその最終回のストレスとかあったんでしょうね、ちょっとあの後鳥居さんちょっと食べ過ぎてしまいまして、若干太っちゃったんですよね、これ、はい、ちょっと見立ってください、ミスラーメン、めっちゃ太ったな、俺、痛い痛い、リアルに痛い、あ、痛い、ちょっと藤井くん、このわずかな間で藤井くん、藤井くんですけど、ちょっと、あまりにも急に太りましたね、カルボナーラ、今日で最終回ですよ、カルボナーラあなたちょっと鳥の好きそうな単語並べてるだけじゃない、ミスラーメンすげえ、こんな圧迫感のある鳥さん初めてや、すごいですね、いや今日で最終回ですよ、鳥さん、え、本当ですか、こんなんやったっけ鳥こんなんやったっけな、おお、いやでもなんかちょっといつもより化粧濃くないですか、今日化粧濃いですかすいませんすげえお迎えしたい、ちょっと必要事項言うからちょっと待っといてな、はい、さあ今回も鳥さんへの質問を、はい、待ちます、鳥っぽい鳥っぽい、今回も、鳥さんへの質問をどんどん募集しております、チャッターの皆さんよろしくお願いします、今日こそチャットを拾うぞ、拾うぞ、今日こそ拾うぞ、拾うぞ、そして今回ですね、鳥居さんの印象に残ったチャッター1名様に今回もですね、こちらへ何かあげようと思ってるんで、あげません、ちょっとあげないで、鳥居さんがちょっとあげないで、すげえ熱がすごい、なんか知らんけど、というわけでですね、まあいつもやったらポラロイドとかあげるんですけれども、まあひょっとしたら1名様にあげるかも、あげないかもしれません、鳥さんどうしたんですか今日は最終回ですよ、みゆきお腹が空きました、味噌ラーメン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 の他にも何か食べれるようになったよ、2分でご飯、2分でご飯、2分でご飯、なんすかそのキーワード、ちょっと面白いじゃないですか、なんか今日とか仕事してたんですかこの前、はい、スロットやってましたはい、最近お気に入りの台は何なんですかね、エヴァンゲリオン約束の時です、今日買ったの、死と襲来このキーワードすげえ、なんか知らんけど、あんたバカ的なアスカラングレー、はい、はい、大好きです、敵だってない、敵だってない、大好きなんです、こんなにマラ加速する鳥居さん初めて見たな、すごい活躍してるね、はい、すいません、クマがいつもよりクマが小さく見えるけど、すいません、クマなんていません、クマなんていない、すいません、ここにいるやん、クマなんていません、なんでその股間に押し付けようとするの、多毛症です、多毛症ですね、はい、ここはちょっと股間に押し付けるのやめてください、じゃあもうやめてください、触らないでください、じゃあもうね、はい、せっかく最終回なんで
なんかすねてるんすか。はい、るんすか。どうぞどうぞ。スイーツ親方みたいな。どうぞ。セクゾ最終回なんでね。え、なんですか。最終回なんですよ、この番組。大人の事情で聞いたことがあります。聞いたことありますよね、はい、ほら第1回にね、はい、さんのネタで始まったじゃないですか。うん、うん、だからちょっと最後やから、せっかくちょっとネタやってほしいなと。あ、いいですよ、うん、じゃあお願いします。さあ来た、もうちょっと奥行ってください。あ、いいですね。はい、まさこの単独もっと歩みしない、趣味は捕食まさこ、特技は捕食まさこ、サズの代わり捕食、それヒットエンドラン、ヒットエンドラン、バッティングセンターで捕食。まさこちゃん、いいぎゅうぎゅう持ってるね。ちょっと待ってください、松屋。いいじゃないか、いいじゃないか、好きやー、よーし、どうよ。よしね、えずいた、吉野の前に、吉野行く前に一回えずいた。さあ、ヒットエンドラン、ヒットエンドラン。あー、出てきた、偽物だー。鳥居さんが2人いる。偽物だー。どっちが、俺が、違う、俺は本物だ。風大衆の偽物。俺は新風大衆だ。偽物。俺は本物の新風大衆だ。高地登る。高地登る。返せ。高地登るじゃないよ。ビックちょっと横の偽鳥居さんがついてきてないんじゃない。うわー、帰った。全然本物の選手に似てない。ちょっと素が出てるよ。ニセトリーさん、素が出てるよ。ニセトリーさん、素が出てるよ。座れ、はい、座れってないやんかい。一番ないやんかい。ちょっと、ニセトリーさん、ごめんなさい、今。ガルズトーン、ゴビしかカメラに入ってない。ゴビだけしかカメラに入ってない。ガルズワークのトーン。ケイ。ランドマーク。カラリソーマーク。いや、いいよ、もうちょっと、椅子持ってきてるよ。パワー、はい、じゃあ、椅子持ってきて。はい、椅子持ってきて。はいはい、鳥居さん、はい、鳥居さんです。うわーい、バイバイ。バイバイ、まだもうちょっとやるよ。はい、バイ。安藤夏さんです。あ、どうも、安藤夏です。安藤夏、はい、はい、大丈夫ですか、スリーショット大丈夫ですか、これ。すごい、安藤さんちょっと見切れるね、これ。どう頑張っても、あ、ちょっと直った。なっちゃん顔色悪いよ。お前も顔色悪い。すげえめんどくさい、これ。指輪と指輪だって。先端恐怖症だろ、お前は。先端恐怖症だろ。やめてください、センターも嫌なんです、はい、センター恐怖症。いやー、鳥居さん、偽鳥居さんのヒットエンドランはかなり迫力あったよ、これ。でもこっちの方までドカンドカン来てたもん、あの地面の揺れが。すげえよ、もう海賊版だね。もう六本揺れたよ、今、ほんまに。うん、売れる。海賊版、どういうこと、海賊版って。あれ、海賊版ってやったらやるんじゃない。そういう、あのね、DVD とブルーレイみたいな。ニセトリーさんがね、疲れ切って。CD とね、SD みたいな感じ。見てください、これ。スイーツが足りない、スイーツが足りないでしょ。誰か角砂糖を。やっさか、お前。角砂糖、どんなやつが。さあ、今回でね、スプーンの車角砂糖になってるやつ。収集してるの、水野も高いからね。スプーンおばさんじゃないよ、私。すみません、あの、水飲むとこ抜かなくていいです。僕、すみません、水飲むとこ大丈夫です。なんで今日はそんなにアクティブなんですか。アグレッシブ。今日のバーベキューしてきたん。今日のコスプレ。あれ、花火見てきた、あれ、神宮で。神宮見てない、見られんかった。隅田川で。神宮あのさ、花火私ね、好きじゃない、あのね、人工的だから。何が面白かったよ、指は最初バベって言ったんでしょ、ね、あとでポストに投函しておくよ。何ですか、あれ。俺の指。今回ね、最終回ということでお花なんかも買っていただいてね。なんで最終回なんですか。それは僕の口からは言えません。まあ、詳しくは知らないんですけど、ちょっと聞いてください、一個いいですか。だから S1 出ろって言われる。いや、知らない、それは知らない、うん、それは知らないけどさ、最終回ってさ、うん、俺どこから知ったかっていうと、うん、栗坂さんやの。
あの人そうそうそう、うん、栗坂さんとあのちょっとあるところでねたまたま、はい、たまたま会ったのね、うん、でたまたま会ってどこサイゼリアタリーズどっちサイゼリア どっちでもないサイゼリア、うん、そうそうそうルナールシャナイミラノフードリアバカ野郎あれさあのさ言ってたよ女子高生が言ってたよ卵乗せて高くするなんて卑怯だよなって言ってたよでも美味しそうやんかでも栄養価は高いねやかましいわ栄養価高いやかましいわ言ってた何これ女子の高生そうあの栗坂さんがさ、うん、で俺まだ最終回8月で終わるっていうの知らなくてさ、うん、普通にいや来月でハイタッチも最後ですねみたいなことを急に言ってみて、うん、あれそうなんですかみたいなこと言ったあれこれまだ言っちゃダメなのかなって俺出演者だからええやろ別になんかさ俺に隠そうとしたのそんなに怒んないでください本当に最終回なんですかそうなんですよ知らなかった私今日初めて知ったこれ何これ何これ、すげえ指が太いこれチョリソー恵方巻きみたいなチョリソー恵方巻きが5本来たチョリソーチョリソービッグバンチョリソーチョリソーすげえよこれ今日収集つかねえなこれドイツバイエルンシャウエッセそれさ最終回やって言ったらさ、うん、なんか署名送ってくれた人いるよ見て署名あちょっと出席取ってください鳥居みゆきの出席簿じゃありません出席簿っぽいけど鳥居みゆきの社交辞令でハイタッチ継続に関する継続を求める読めないんですかまさか請願書請願書うん何級何級読めないなんて何級何級ってどういうことですかこれ見てくださいこんなに、ね、そういえばねたくさん499人もあわざとさあのさ、うん、私が好きなさ詩とかさ句とかをさ入れれば私が喜ぶと思ってるパターンか、うん、そんなに嫌な感じなのすごいやんあと一人あと一人で500人やったけどなうんすごいありがたいじゃないですか私がじゃあするんじゃあする継続継続え君のさじ加減でいいよちょっとあの偽トリーさんあのエネルギー続かないのやめてもらっていいですかうんふへーもういいよもうもういいよミスラーメンミスラーメンソフトクリームあソフトクリームね新しいの出てきたからびっくりしたそうあとバイエルンバイバイバイソーンそうだねうん、バイソンの名前をつけよう、うん、バイソンやな、うん、バイソンじゃないのこれね小島にね小島ってあ分かんないかなあの小島リオネット、うん、小島リオネット小島一緒やろ小島リオネットなぜそのマイナーなネタチョイスするの、ね、そんなの関係ねえとかの方が有名やあ、あのねうんとね、うん、あのバンバンバンダレーバンダレーシューバーみたいなこと言う最近やってるバンバンバンダレー大丈夫大丈夫じゃないはい、うん、それをねやってる人がいてね、うん、ハワイにね持ち込んでくださいよって言ったあこの人形うんでよくわかんないパリスヒルトンがはねあのね御用達のね、うん、ビッチサンダルなんてね買ってきてくれた、うん、へえすごいね私遊びは慣れってかなんて言ったの今なんて言ったの私遊びは慣れってか遊びはなれってか朝宮になれいいとさあげらんないよなんどうしたこれでねこいつの名前をねあのね、うん、バイソンなんですけどねバイソンじゃあバイソンでいいんじゃない、うん、バイソンってあれだよん種類だよあー種類か、うん、これバイソンなんもっと可愛くないなんかねここピーね面白い話出てる話ねだから名前を決めてもらおうこのさあのさネットの中店トリーさんテンション決めてもらっていいですか、うん、ネットのさ世界で生きているさ、うん、人たちに決めてもらおうネットの世界で生きてる人たちさ、うん、ちょチャットでこのじゃあバイソン君の名前決めてあげてくださいうん、うん、ネタミかソネミでいいかなと思ってたんじゃあどっちかでいいやんもうはい、うん、それじゃああまりにも、うん、無害じゃない無害無害ってどういうこと、うん、あのねあのね、うん、あのね、うん、あのね鎖骨を押すのやめてもらっていいですか痛い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 あ、ね、知ってる痛い届けへんこらあのね鎖骨酒鎖骨酒鎖骨酒ってない鎖骨酒入らねえ入らねえよあーほんとだ鎖骨酒鎖骨酒飲むなんで片言やんあのね、折りたい鎖骨いやダメダメダメ蹴りたい背中みたいに言うなねへそ見してへそ見へそ見どうぞシャービック作ってもいいかいシャービック作ってもいいかいって言ったのなんで、なんで中山きんに君みたいな言い方するあのね、さっきねどうしたあのね、ドラゴンクエストやってたでしょ、うん、ドラゴンやってたよ俺、ほんまにほんまにやっても今何番何番え、9のことかなドラクエ9あ、9かまだ、うん
ナインが最近出たところですよ、鳥居さん。私わかる、うん、知ってる、知ってる、知ってる、すれ違う、すれ違う、おお、そうそうそう、すれ違い通信、すれ違い通信、気持ちが、気持ちがすれ違っちゃうんだって。静電気立っちゃうね。怖いね。新宿でしょ。そう、あのさ、新宿三丁目のあたりね、新宿三丁目のあたりさ、すれ違う人みんなさ、そう、地図、地図、ゲイ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 、知ってるぞお前、安藤、お前そんな人間やないやろお前。もっと真面目やないか。ミスラーメン、お前はちゃんとしてるやないか。礼儀正しくて。日高屋、格屋のお前だ。日高屋、何やろ新ギャグ。日高屋4って何やねん。日高屋4。ちょっと HG 入ってるやん。偶然のパクリ。偶然のパクリ。オマージュじゃないのに。ユキゼのパクリ。そうなの。それでね。どうした？あのね、私もやってみたい。みんなやってる楽屋で。ドラクエやってるよ。みんな最近芸人もいっぱいやってるよ。でも私ね、協調性がないから、うん、一人いっぱい投資の人と行動するのが苦手。あ、ドラクエ仲間連れるかってこと？ついてきちゃうじゃん。大丈夫やって。一人でもできる？言うこと一人でもできる。相当大変やけどな。ハロ手に入る？ハロ？ハロ、それガンダムじゃない？じゃあ、うん、なんだっけ、ん、何がいたっけ、あと先頭は違うもんね。あ、先頭違うな。え、先頭違う。安藤さん、そんなに汗かく？え、ティガレックスと、ギガレックス、ティガレックスと、ティガレックス、うん、戦うんだっけ。ティガレックス、何それ。あ、モンスターハンター、モンスターハンター、アタシミちゃん、アタシミちゃん、レックス、ティガレックス、子役の時にやってた。 あれよかった、ベイブ、ベイブ、ベイブ、ブタ、これブタやで、ブタ、すごくよかった。コブタのやつで、コブタのベイブ、コブタ言うな。お前コブタじゃねえだろ。おい、これコブタだよ、今意外にしろよ。今日豚足一緒に食べたね。えやかましいわ。美味しかった、美味しかった。私ね、肉ダメけどね、脂身食べられる。今ガールズトークしちゃった。すいません、ガールズトークに脂身は出ません。そうなの？出ませんよ。でもありがたいじゃないですか、こうやってね、署名とかやってくれるの。ありがたいね。なんか DVD にしてくれとかいう話もあるらしいですよ。いや、だって DVD いろいろピーとかなっちゃうもん。あー、まあな。だからさ、私さ、あのさ、そういう考え良くないと思う。どうしたどうした、何？だから DVD を売るためにライブとかやるのは良くないと思う。ライブをやって良かったから DVD にする考えの方が私好き。いいこと言うじゃないか。その通りじゃないか。だから私戦う、戦い続ける。え、ちょっと待って、誰と誰にそんなこと言われたの？笑っちゃった。すーげーやらかしたみたいな笑い方さ。あのね、何もやらかしてないよ。インターチェンジ、インターチェンジ、インターナショナル、あのね、スイートチェン、なんだっけ？カーブ？車庫イン？ビジョギジャンクション。ピットイン。ビジョギジャン、ビジョギジャンクションとかの。JC。JC。なんていうのそれ？あ、パーキング？農協。パーキング。農協。違う。そう。JT、タバコ。タバコじゃない。そうなの？そこ。混ぜ返すな、デブ。弱いの？本当は弱いの？本気で嫌な顔しちゃった。どうした？指さしてくる。嫌だって言ってるのに何回も指さしてくる。JC は？あとで謝るよ。あとで謝るから。もういいよ、もう。JC の話してよ。それでね、あのね、あいつく、あのさ、ちょっと気を許すとさ、筋あったじゃん。ソフトソフトクリーム、ソフトクリームがさ、ちょっと気を許すと筋あったじゃん。スジャータのソフトクリームはさ、あれさ、ほんとなんかさ、乳製品、あのね、濃くないんじゃん。濃くないんか、薄めない。で、私ちょっと苦手。みんなそれは好きな、まろやかなんじゃない。いいよいいよ、好きな人もいると思う。あの、なだめる感じやめてもらっていい？大好き、すごい好き。スジャータ派とね、もっと違う濃厚な、そこら辺の原因。あー、その意見は分かれるよね。大抵スジャータでしょ。でも美味しいは美味しいよ。私はスジャータのことバカにしてね、もう二度と顔も見たくないって言ってね、それでね、やりまんじゃねえとか、そういう話じゃないんですよ。先月それ、先月終わったから、やりまんの話。だからね、スジャータね、あのね、好きっていうか、そんな悪い話じゃないんですけどね、そんなに好きじゃない。まあまあ好みやからね。キメが荒いでしょ。キメが荒い、荒いのも好きな人がいれば、細かいのも好きな人もいるし。なのにね、結構どこ行ってます、ジャータなんでね。なるほどなるほどなるほど。なのにあのね、ポスターはね、ベラボーにね、うまそうなんだよ。なんでドヤ顔すんの。違う、だからね、あのポスターだけはね、あ、これはうまそうなチョコだな、ベラボーにうまそうだと。だろう、スジャータのやつはポスターはな。でもあと毎回騙されちゃう。で、食べてみると鳥さん好みではないと。やっぱ私の思ってたスジャータじゃん。スジャータだと。何も変わってないよ。あなた変わるって言ったなのに何も変わってない。これ何これ、
そういうこと、うん、そういうことか。でもベラボニポスターはいいの。だからあれだ ね、あのグラビアの宣材写真と一緒で、うん、なんかそういうベラボニーな、ちょっと若干悪口入ったな今なんていうか。そうだから第一印象と違うなこの人。なるほどね。そこの写真はすごいいい感じに撮れてるけれども、いい感じなのに、あら実際会ってみるとあら、うん、そうでもないわけみたいな。ご飯食べるとこういうマナーの人みたいなさ。あーなるほどね。くちゃくちゃ派みたいな。くちゃくちゃ派みたいな。なるほどなるほど。私パクパク派みたいな。うんパクパク派。もぐもぐ派とくちゃくちゃ派かな。そうでしょ。そうそうそう。フィンガーボール的なやつ。フィンガーボール。そうそう飲んじゃうのそれ。ねそれ。いやいやいや、それまた話変わってくるよ。飲んじゃうのは間違ってる派やからさ。それにねちょっとねあのね憤りを感じる。憤りね。うん。今日も憤ってるね。憤ってるよ。憤らなきゃ生きれないよ。俺も今日1個だけ憤ってることある。言ったれ言ったれ言ったれよこれほんま最終回言ったれ言ったれ言ったれよ藤井くん言ったれ。ギャオのさアーカイブが載ってるの、ギャオこの番組ってさ後から見れんの、うん、そしたら見てる人が感想とか書けんねやんか、うんね、ほんならいろいろ好きなこと書いてんのよ、うんうん、この間俺つい発見しちゃってんけど、うん、まあ例えば藤井が面白くないとか、うん、ねつまらないとか、うん、帰ろうとか別にそんなことはどうでもいい、うん、そう人の好みやしどうでもいいんけど、うん、1個だけ許されんかった書き込みが前回のやつの感想のとこ書いててんけど今回の藤井さん合格やかましいわ。やかましいわボケ。お前に合格とか言われたないわ。じゃあ60点が出たの。あほっか60点高得点。そんなに高くねえ。高得点。なんやその1円も払ってないやつから合格って言われなあかんねん。1円も払ってないの。いや見るのはただよギャオは。嘘パケット通信料みたいな。それはねネットのお金は各自さ。ネットの世界は分かんないからね。100万円くらい分得られたりするだろ、うん、するだろ。何があったん過去に。たまにするだろ。そんなもんないんだ。ワンクリック詐欺っていうの聞いた時あるもん。ワンクリック詐欺あるけどあれは別に払わなかったらだからダブルクリック。ダブルクリック好きやな、うん、しなきゃいけないんでしょ。ダブルクリックしなきゃったら大丈夫よ。うん、うん、あとさ怒ってるのはね。何怒ってるの言ってみ。うん最近ね、うん、セブンイレブンのシールがか、うん、あの変わったでしょ。うん、セブンイレブンのシールセブンイレブンのシール変わった。あれ乗ってくれへんよ。変わったの。親方乗ってくれへん。セブンイレブンのね、うん、シールで人あのねこの間楽屋でね人とねたあのね、うん、人とね私はね、うん、あのね野菜スティック食べようと思って体にいいから、うん、で人はね、うん、あれだったのなんかね、うん、ご飯みたいなの頼んでたの、うん、でねあのねあこれいや取っといてやるよっつってね、うん、まあフラメンなんだけどね、うん、フラメン取っといてあげようと思ったらね、うん、あれさ、うん、取りやすいセブンのシール今切りやすい、うん、シールがね切りやすい代わりにこっち全部ついちゃうあれなんかさいいと思ってんのかね。鳥さん的にはあんま良くないやん。揉めるよねあれ。揉める。どっちつかずなんだよこっち。僕上行きます。僕下行きます。そのテープ揉める。半分切られてる。なんで急に冷静になったの親方。お昼のコメンテーターやな。よくわかるなと思って。わかるでしょ。わ、うん、かる。お前もなんならめっちゃよって思うのにさ。そうそうそう。あれちょっと切れるでしょ。あれ切れるからさ。そのトーンでさ、そのトーンで喋ってるとちょっと、ね、うん、切って切ってつくじゃない。その切ってしたところだけが取れて切ってなるじゃん。そうそう。それそれそれ。それどうなの。あるある。ちょそのトーンで喋ってるとマツコデラックスに見えてきたから。本当だ。すげえな。あれだね、うん、じゃああれだね、うん、あの小説家の人になろう。私小説家の人になろう。なんかやってるんでしょ。なんか東京なんとかってやつのテレビでマツコデラックスとさ、なんかあーそれ見てないな俺。なんかやってたって聞いた、うん、そうなんや。なんか私それ入れてるんですって言ってた。あーそう、うん、マツコさん誰かわかんないけど。じゃあ何の話よ。あとね、憤、うん、り感じてることね、うん、言ってあげて。マツコデラックスじゃねえよ。おすごいなんか今味噌ラーメン。ごめん、あ痛い。やめてそんな。なんで唾かけるの。違うのブーってやったらいい音出るからやってあげようと。ブーってしなくていいよ俺子供じゃないから。これ楽しいよね。急にガールズトークになる。多分やで、ね、俺わかんない。俺経験あるからわかんないけど多分マツコさん今自分の立ち位置に迷ってるよ今ちょっと、うん、そんなことねえよ。ほら、いつものなっちゃんだよ。ほらほら、いつものなっちゃんかどうか知らんけれども。急にトップギアに入れないでください。あのね。どうした？帰る。あのね、帰る。どうした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 。最終回ねんからさ。あのね、昨日ね、岩手、昨日岩手に行って今日帰ってきたの。何しに行ってきたの？高校生クイズ。で、うん、あのね、若輩者にね、うん、あのね、やじられる。でね、ネタをやるっていうあれなんですけど、うん、弱敗者にやじられてネタをやる、うん、うん、
まあ言い方悪いけど高校生にわーわー言われてネタをやる、うん、いや言い方悪いなだいぶそれ、はい、若輩者って言っちゃダメよ高校生クイズな、うん、毎年やってるやつや、はい、すごい、うん、あのねあれなんですよあのねそこでホテルがね、うん、ウォシュレットだったおいいじゃないウォシュレットいいじゃない嫌だなんでだってねウォシュレットって座った途端ねジョビジョマってなんか急に6人組みたいなの聞こえてきたあのね、押しもしてないのにだよそれは、あの、座ったら、うん、使うスタンバイしてくれてんねやろでも私、使う気ないんですけどあ、使わないの使う気ないし、うん、使ったらいいやんさっきも使ってないよねなのにでも、いつ使ってもいいようにそれは準備してくれてんじゃないビッグジョビジョビッグジョビジョビッグビッグハイセンスなコントビッグジョビジョバね、うん、なっちゃうでしょ、うん、でなんかえ今現れてんのどっちなのって言っていや現れてないよ分かるよそれ感覚で何笑ってんのよ、うん、だからねその音ねなんか使う人はねもう使うなら使うでじゃあ別にさ逆にそのもうウォシュレットって分かってんねんから、うん、これはもうジョビジョバ言うやつやなと思ってからそうやったらびっくりせえへんだって毎回さ頭がリセットされちゃうもんだからそこのウォシュレットがリセットされちゃうのと同じでリセットされないでよ私がリセットされちゃうトー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 朝の旗トー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 トねこれ太蔵さんに教わったらみんな意外とできたやつブーン手乾かす機械な別にあれ太蔵さんのじゃなくてみんなやってるからなあれほんまそうなんだでもみんなあの太蔵さんは10年ぐらいちょっと太蔵さんの話とかもしようよ最終回ねんからいい誰ですかゆりお前知ってるやろ事務所の先輩太蔵さんって誰ですか戦争カメラマンおーあの人うん地雷を踏んでさよならはいバイバイ絶対違うよああほらゆりおかさんも来たしさこの番組来てくれたやんかゆりおかさんあれからねうん上々ですよああ最近うんああそう、うん、調子あれからあれからなのうんすごい上々になってあ生え際がうん生え際の話はい上々になってきて生え際前から来てるからなあの人あのねゆりおかさんにね、うん、教わったからね今度ね事務所ライブでやるんだ何やんのねネタをね、うん、教わったネタうんどうやってやるんですかって教わったから何しよう楽しみに笑ってる事務所ライブ来週やんか来週やんね来週やんな、うん、楽しみにしとこうはいうん何教えてもらってんやろ根掘り葉掘りねはいそんな教わることあるあの人からこんな言い方したら一言いただいたのそれをそうしたらそれのやり方が分かったってことなるほどうんそしたら見たら分かるでしょ分かったうん頑張るはいさあ他にもほら、はい、カレー食べたりビール飲んだりしたよこの番組してないなしてないうんなんかサファリパークに、うん、あのねキックボードで行きたいサファリパークの中を捕食されちゃうよ捕食捕食趣味は捕食捕食まさか食前食後に捕食パーヒットエンドランヒットエンドランあれそんなムーディーやったヒットエンドランの時そんなムーディーな感じやったっけ東京砂漠ムード最後やけど、ねうん、ちょっとチャットもたまには拾おうよ最後やからいっぱい拾って俺言っちゃったよ俺いっぱい拾えばいいでしょあ、そう、あるあるある名前いっぱい来てるよそのバイソンのうんアルトバイエルンとかさうんポークビッツとかうんビーフストロガノフうんギュウギュウ太郎うん人差し指カバーうんジョーカルビうん多乳症うん拒食症うん恐竜症はまずいんちゃうかな多分やけど恐竜恐竜症かそれはまあ、やめとこそこはやめとこ恐竜症だやめとけやめとけうん、結果これだもんね結果これだよ結果これってどういうこと結果これだねうんロッテのロッテのな、うん、なんで途中でやめんのうーってなるよ、うんうん、あのねどうした藤井さんってさ何を小雨でも傘差すんですか小雨では差さないなめんどくさいからでも私ねあのね、うん、メンスに、ね、なりそうな時ねメンスあのね月経ね当てとくよ、うん、当てとくうんメンスになりそうな時ナプキン当てとくよ、うん、お股の話うんだからねなぜ俺に言うのそれなぜそれをネットで発表したの今言っとかないと、うん、みんな見てるよその話アンネの日記アンネの屋根裏場だからハケーン2日目いっぱい出たポーやかネタやろそれネタない、うん、ネタないうんもうちょっとそれなんで急にその話したのあのねうんどうした何の話する話いっぱいあるよここにも、うん、ほらなちゃんと栗坂台本ちゃんとあるからさ栗坂台本読
もん最後に、最終回です一番覚えている場面はとか、うん、ないないプラスでないってなってない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 ってこれ間違えてるけどさ受け身は上手でしたが肘は大丈夫ですかパーだパーパーない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 って書いてるよ書いてる書いてる、うん、栗坂さんのこと悪口言っちゃダメ、はい、一生懸命生きてるから、うん、いい人なんだよ、うん、でもいい人だから見捨てないであげてなんか俺が悪口言ってない俺全然悪口言ってないよいろいろ言ったけどうん、うん他にもあるよ、うん、鳥居みゆきの今月のおすすめを教えてくださいチャプチェチャプチェチャプチェあの韓国料理のやつや美味しいなチャプチェがね最近すっごく好きしごく好きだったあれ美味しいよね一番前緑豆緑豆春雨のやつ緑豆春雨のやつだよね、うん、あのねチャプチェ知ってるチャプチェ知ってるよ好きってるって言ったの好きってる、うん、好きってるアマルフィアマルフィ女神の報酬それは踊る大捜査線の方だ私あれあのイーだあってイーだキョンキョンやろうんよくわかったね上腕二頭筋上腕二頭筋のバカカチカチやぞあそっか人のや人のやっちゃった今ついうんちょっとじゃあチャットも拾おうぜうんケアレああ違うケアレスやめとあれ質問しやった、うんカマキリファイターさん最近ハマってる本は何ですかシャン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 カマキリファイターやってんのそれうんカマキリファイターカマキリファイほファイメス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 わあ便利やなそれカマキリファイター乗ってほしい時に乗ってくれんねやキャットファイトみたいなもんでしょだってキャットファイトとは違うよ絶対勝たれへんやんこんなんにキャットファイトしてもキャットファイトってぬるぬるやつでしょうんそれ場面によるなうんそれしか見た時ないやらしい目で見るやつでしょうんその通りそれはその通り嫌いよ、ねね、お前のことは見ねえよやらしい目でおいええ顔すなお前ええ顔すなあらご挨拶ねええ顔すなあたすみたいな顔すな見ない見ないよなんで見ない？だってもうさっき鳥居と一緒に楽屋でそれ着替えてたけどものすごい足やったよ。象の足以来やったわあれ。象の足。本当だ。こんな。エレファントマン。片足がこんなんやねんもうマジで。片足でも。片足の太ももが。あじゃあしっかりしてていいね。地に足がついてるよ。地に足ついてるよ絶対。いいな。羨ましいだろ。何やねんもう、スモコンとか、うん、じゃあほらほらいいなんか本とか読むの鳥居は本私ね、うん、あのね出るやんあー出るの知ってる俺告知しようと思ってさどっかにあれ持ってきたよ俺これでーすああああそれ違うんだけ署名署名署名ここにあるやんほら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 見てん夜にはずっと深い夜をうん鳥居さん明日本が発売されますイエーイあなたの無邪気さを破壊したいの。かわいい。かわいいね。何それ。お前これ自分で考えたんちゃうのこれ。違う。あ、そうなんや。うん。でもこれ本自分で書いてんの。これ誰が書いたんこの帯ってやつ。帯な。幻冬舎。あ。幻冬舎。こういう時ってさ、帯誰かなんかおすすめ文みたいなの書くけど、これはないんや。みんなに断られた。あ、そうか。ブハハ笑ってる。竹山さん頼んだよかったのに。嫌です。そうやな。うん。俺もそう思う。芸人は嫌な。俺もそう思う。すげえなんかちなみにほら見て黒字にしろ、うん、明日発売やから赤でももうね、うん、あのね、うん、東京では発売してるよあーもう売ってんの幻冬舎さんから、1300円プラス消費税で発売しておりますじゃあ1800円で消費税高えそういうもんですよえ本当にデフレスパラル 40% ぐらいつくよそれやったら、うん、でもこれどんな感じですかこの本内容は小説それは読む人によって違うかもねでも書き下ろし小説って書いてるあ、じゃあ小説だ、うん、恥ずかしいあっさり認めちゃった恥ずかしいねお恥ずかしいあこれなんかタイトルどういう意味夜にはずっと深い夜をパーだなーわかんない、はい、まだわかんない私不勉強なもんでじゃあね例えばね、うん、ここに一個ね、うん、あのねあのドラえもんのやつのね、うん、好きなねあのね栗まんじゅうの話の話が栗まんじゅうあったあったそれはあのバイバインで増えていくやつやそう最終的にさどん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 栗いっぱいになってロケットで宇宙に捨てんねんなそしたら最後1個残ってて怖いねそんな話そんなオチだったでしょ
そんな話だったんです。記憶力いいから。そういや、そんな最後に1個残ってたとか、ね、残っててね、わーみたいな、そういうなんか古舘一郎じゃないや、古畑任三郎の全然違うやん、なんか最後のこういうの感じだった。あ、スポットライターだって、うん、それだよ、それ、うん、そういう感じのがいっぱいだから。例えばどうしますか、ここに1個、うん、ね、栗まんじゅうがドールのバナナがあったらどうしますか。ドールのバナナ、あなたの好きなドールのバナナがあったら、俺ドールのバナナ好きっつったっけ、どうしますか。食べる。じゃあ中井貴一だとして、プルーンがあったらどうしますか。ミキプルーンがあったらどうしますか。スプーン一杯飲むか。絶対食べる。スプーン一杯飲むか。飲む。もし、うん、スプーン一杯しかないとしたら、大事に飲む。違う、もう一杯飲みたくなんないですか。ああ、なるでしょ、うん、そういう方。はん、そういうこと。そういうこと。うん、欲深いね、この小説が。人間は欲深いね。夜にはずっと深い夜をっていうのはそういう意味なんや。私ね、あのね、うん、よ、あのね、電気苦手で、うん、ろうそくなんね、うん、なっちゃん、うち、うん、ろうそくなんですけどね、真っ黒で、ろうそくなの、真っ黒、ろうそく派なんやね、真っ黒、ら、ら、でね、あのね今のいる。それでね、うん、あのね、あ、昼間ってね、私目がすごく弱いんですよ、うん、すごく弱いんですよ。あ、そうなの、うん、あかんあかん、目出ちゃう出ちゃう、眼球出ちゃう、危ない、うわすごい顔なるね、すごい顔なる。だからね、うん、あのね、苦手なんです、光が苦手ね。あー、日差しが苦手ない、うん、スポットライトとかそういう、うん、あのスポットライトが当たるみたいな、うん、そういうスポット、うん、私にストップオットが当たる、ストップオットが当たるみたいな、うん、そオットマン、うん、それで、うん、それオットマン、オットマン、うん、スキャットマンジョ、スキャットマンジョ、ビーバッパッパラッポ、ビーバッパッパラッポ、あれドリフ、ドリフ、ドリフ、それドリフ、ビーバッパッパラッポ、違う、それセーラー服やった、おにぎりの方やった、うん、うん、え、どうした急に、何、なぜ急に。それでね、あのね、私、うん、ちょっと詳しく話しちゃうとね、うん、私ね、あー昼間も夜だったらいいのにって思ってたの。あー、なるほどね。でもね、暗かったらいいなと思うでしょ、昼間も。暗かったらいいけど、暗かったら夜の時間帯、うん、もっと暗くなってほしいと思うでしょ。なるほど。それが人間の欲深さだよ。だから栗まんじゅう、そのドールプレーンあるでしょ、うんうんうん、あのだからいいよ、チャングムの誓いで置き換えてもいいですけど、チャングムの誓いで置き換える、うん、やってもらおうか。だからこうやって食べてよ、うん、チャングム、うん、チャングムは悪くありません。小麦粉をなくしたのはこの人なんです。チャングムは悪くありません。俺見てないけど、そんな話ちゃうやろ多分多分そんな話ちゃうやろ。チャングムは、うん、えらい子なんです。え、チャングムさん出てくんの。チャングム多分出てこないやろ。チャングムさん、チャングムだったらどうする。チャングムやったら、うん、食べる、小麦粉を食べる。もっとさ、だってさ、献身的になるはずだよ、偉い人に、うん、私これを夕顔の葉っぱで包んで、うん、こっちに代用して作り変えました。うん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 、クイックもバレッピ、うん、ちょっと安藤さんどういう意味ですか今の。クイックモバレッピマジでクリックだよ。クリックです。全然クリックです。何かのクオリティが全然違う。クリックです。おー、ディジクリー、あれディジクリー、アユ、アユやろ。ディジクリー、ディジクリック、ディジキャリー、ディジキャリー、何やの今の笑った。藤井さんが一番真逆にいる人です、うんうん、俺が真逆にいる。藤井さんと一番真逆にいる人。そうやな、 DJ とかは全然いいんがないな、俺悪いけど。ペッコリーだよね。遠いわ。うん、ペッコリーな、ね、遠い世界の人やわ。あのね、うん、IAEA ってね、私ね、IAEA、うん、いつも IKEA って見ちゃう。でも IAEA、 IKEA に見えちゃうよね。電子機関かなんかあったっけ、うん、IAEA ってプラスチック IKEA、うん、ちょいちょい声が挟んでくるけど、ちょっとさ、ほら、もう終わっちゃうよね。チャットさ、今まで散々、俺あんまり読んできへんかったから、いっぱい読もうと思っててんけど、今日。はい、読もう読もう。ほら、お、ゆらゆりこさんから、ハイタッチは好きでしたか、うん、好きでしたか。そうだね、二つ星。それは、コロッケだったら二つ星半。でもメンチカツだったら一つ星になっちゃう。私肉食べないから。あのね、最近ね。どうした。あのね、脂身が食べられるんだよ。だから豚骨が、豚足テビチね。そう、豚足が好き。あー、豚足俺苦手やな。私ね、脂身が大好きになった。本当？肉は嫌だけど。コラーゲン。コラーゲン。豚足。コラーゲン。コラーゲン。コラーゲン配合してねん、これ絶対これ。うわ、すげえ。クリームパンみたい、クリームパン。うわ、すごい。クリームパン。クリームパンや。あれ、あ
なんかあんまりか性の活力の感じがしない。何を言うとるんだ何を言うとるんだ顔色悪い、うん、ねハイタッチハイタッチしようかりイエーイちょっと思ったのと違うと思う、ついにハイタッチ完成したと思ったのに最終回にしてトランプしよう。トランプ、うん、あと10分しかないよ。嘘、トランプしよう。トランプする。いいよトランプしようか。持ってきてないよ。持ってきてないよじゃあいいよいいよ。じゃあいい、また今度でいいよ。大丈夫、また今度って。栗坂さん大丈夫、また今度なんてないんだよ。あ、私には次なんてないんだよ。何秒何秒コント。どうした、助けてください、うん、助けてください。世界の中心で、うん、助けてください。助けてください。誰か誰か助けてください。サクちゃん何わからんサクちゃんの思い出どうした四谷三丁目の中心で叫ぶ、うん、事務所引っ越したからね。事務所引っ越した。綺麗になってよかったね。でもプラマイゼロですね。どうしてよ。それは言えません。あー言わないで、何も言わないで。さあ読もうかな、いろいろ。コンビニってよく行きますか。コンビニよく行ったよ、なっちゃんと。今日行った、行った。うん、どうした。あれだね、あの、なんていうの、ヒルズ族。ヒルズ族行った。ヒルズ族だ。ローション、ローション、違う、ローションサンクス、うん、ローションサンクス。ヒルズ族だった、うんうん、デイリー禁止。デイリー禁止、うん、デイリーだけに温めてください。私の心を温めてくださいおーすげえな、やっぱ22回やっても慣れへんときは慣れへんな。おいおい、24時間空いてるんだろ。24時間空けっぱなしだろ。やめてやめて言うたらやってくれへんねや天の弱なんだからだ。おめえだ、なぜアッパーを。ほら質問来てるよ。何、どんな質問をすれば拾ってもらえますかって書いてる。ぷいあんまり拾って拾ってみたいな質問あかんねやな、うんああそれ拾ってもらえてさ、角谷満足でしょうよ安藤夏のカンペが見えてしまった。俺見てください、味噌ラーメンフッフカルボナーラ木下さんこれトリーワードのカンペがあった、こんなところにお前この安いカンペ作りやがって。お前鳥居に化けるためにこんな安いカンペ作りやがって、なんだそのカルボナーラ味噌ラーメン木下さんって。はやめてください、あまりに安すぎだよ今の。やめてください。食べるな食べるな、あやめて。美味しくないよ、美味しくないよ、美味しくないけど、美味しくないけど、なんか安藤が食べれてると美味しそう。夏は柚子胡椒でさっぱりと。何神よダメダメ食べちゃダメ、うん、ちょっと最終回らしいことしようと思ったのに。しよう、なんもないな。でも何する、なんもないな。どこ行く、何する。お、何やそれ、警戒の音やな。これ見ちゃう？わ、でも悪口書かれてたら。いや、書かれてないよ。ちょっとせっかくこれ読もうか、これな。継続、例えばね。夏の思い出を聞かせてくださいって。そっち広がよ、ねね、夏の終わり、お嬢さん。夏の終わり。あれさ、夏の終わりってさ、森山さんの直太郎とさ、森山さんの直太郎さん。直太郎さんはさ、何回も言って夏終わんないね、夏の終わりが終わらないよ、あれ。なぜ、まだ続くかい、まだ続くか、夏の終わり、まだ、まず。うん、面白いね。あそこが印象的なフレーズやから、何回も歌いたいとこやんか。はい、ほらほら、夏の思い出、私風邪ひいちゃった。夏の思い出、夏嫌いそうやね、鳥居さん。夏一番嫌い。そうやな、うん、春と秋の次に嫌い、あと冬の次に嫌いこれ謎謎やな。結果的に一番どこが好きなの。一番ね、好きなのはね、あの四谷四丁目のね、ところを入ったね、うん、あそこのね、ムーランっていう中華料理屋さんが最近は一番好きです。美味しいね、ムーランはね。うん、うん、ムーランでも事務所移転しちゃったからちょっと遠くなっちゃったね。平気ですよ、私行ってるもん、前の事務所の方に。なんかあったっけ。前の事務所の方がいい。もう誰もいないんじゃない。誰もいない。うん、じゃあ行っても意味ないよ。意味ないや、うん、行こうね、また、うん、なんか良き理解者がおってよかったな。なっちゃんね、一番優しい。うん、優しいよね。この間ね、メスさんミュージックっていうのやったみたいでね、うん、みんなね、グダグダだったって言って、本当に人一倍落ち込んでたもんえ、ぐだぐだそれ言ったらダメなんじゃない。ほらほら、それ裏話じゃないの。言ってねえだろ。私がちゃんとしっかりしなきゃって言ってねえだろって言ってるよ。あ、ついに逆らった。そ
ってない。グダグダだったの？ミスサンミュージックは。いや全然グダグダじゃないです。ギャオの番組ですかそれ？いやそうじゃないです。グダグダでもなんでもないです。ギャオギャオ。自分がいけないです。ピンクピックピッ。ピンクピックピックか。はい。それグダグダだったんや。自分が自分が。安藤自身がグダグダだったの。あ結構あの、ね、他はみんな良かったの？はい、はい。うん、結構みんなチャッターは好きっていうか、うん、好きでも嫌いでも私はには全く関係のない。今もこうやって神で塞いでもんな、うん、あ、じゃあ初めて今日チャットを読もうよ。あ、やだ最終回やから。いやだ大丈夫、怖い、勇気出して。おっかない大丈夫、おっかない。鳥居さんほら、ででででーん、ででででーん、片目ずつで、そういう時に悪口書き込むんだろ。書き込んだ、書き込んだ、書き込んだ、大丈夫。鳥居さん大丈夫。うわ、びっくりした。いい人だっているのは知ってるよ。見て見て、悪い人もいるのも知ってる。奇跡的、見てこれ、こっちには回んのに反対側に回れへんのこれ、奇跡的。ほら見て、ちょっと見るよ。どれを見たらいい。ででででほらほら見て、ほらどれ見たらいい、どれ見たらいい。1,2,3。あ、やだ怖い。ほらこれ読んで、これ読んで、怖い。ほら、これ読んで読んで、ほら、はい、見て、はい、見て、目開けて、大丈夫、これ見て、これ読んで、これ読んで。安藤さん、鳥居の頭をかじって。はい、かじって、ほら。いけー。だって、読んじゃったからしょうがない。そんなとんのように、うん。コマンダンテさんのこれを読んじゃったから。あ、小6の私が、やった小6の私がここに。どうも、小6の私です。池江寿司だ。初チャット、よかったね。初チャット。やっぱりネットの世界はおっかない。大丈夫、ほら。よかったよかった、ほら。だから麻生政権がいけないんだ。じゃあほらこれほら、もういい、もういい、本当にお願い、勘弁して。ほらこれ大丈夫、これ大丈夫、見て、ほら、これ見てみ、これ読んで、これ読んで、見れない。見上げて、ほら、大丈夫、怖くないよ。安藤夏は少女ですか？いいえ、違います。うわ、質問も答えも怖い、両方怖い。すごい、まあ世の中にはね、いろんな趣味嗜好の方がいらっしゃいますからね、はい、うん、あのね、次回ね、何やったらいいかをね、集めよう。集めようか、次回ないけどな、はい、集める、ある日のために、ほらな、ある日のために、次回やる日のために、ちょっと皆さんに今からチャットで募集します。うん、はい、次回何あったら企画、その企画絶対やることにしよう。じゃあ書き込まれたやつ、うん、いいよ、うん、よーし、来た。いや、ちょっと向けない。大丈夫、ほら鳥居さん大好きとか、終わるの反対とか、いいことばっか書いてるよ。やだ、うん、鳥居さん尊敬してますとか。尊敬なんてされた時ないよ。うん、本当に最近ね、うん、あのね、あの病院をね、うん、あのね、うん、大きいところに移されてね、うん、あのね、本当に大きいところでちゃんとした人に見てもらわないとね、今非常にね、うん、あのね、深刻ですよって言われてね、うんうんうん、だからもう嫌ですって言ってね、うん、いろんな人に相談、何の話してんだろう。びっくりした今、どこで止めたらいいんかなと思って。美味しい創作料理屋の話してますか？してるよ、創作料理屋な。あの細切りのネギとかマヨネーズかかってるとかやろ。ちょっとなんで不思議ちゃんだな。本当、しっかり者だと思ってたんですけど、あのね、ちょっとだから何一人でチャット読んでそんな顔なんのやめてもらっていい？どんな質問があったの？いや、ちょっと記憶飛ばしちゃったんでわからないです。そのとおり。すごい、今なんやろ、その感じがちょうど鏡餅みたいやけど。風物詩だね。風物詩やね、お正月の夏の風物詩、アワビガユ。アワビガユ、夏の風物詩。夏の風物詩。すごい。今度ね、ドリームマッチでね。あ、ドリームマッチ出んねや。あのね、誰とね、組むかは言わないんだよ。言っちゃいけないんだよ。でも出んねやろ。うん。小島も出るんやな。小島も出る。うわぁ、面白そうやな。結構な、若手が出るんやな、ね、今回のドリームマッチな。あのね、うん、お客さんがにね、私ね、うん、あのね、お客さんがね、うん、どうした？エンタの神様のようなお客さん。お、じゃあ優しいんじゃないの？女の人しか入れない。若い。なるほどな。うんうんうん。まあ、どんだけドン引きになったかはね。ああ、女の客さん、ドン引かしてきた。そうか。最初はね、わーって。そうやな。最初は、まあ、こう言ってなんで、ね。そう、ああ、なるほど。でね、わー、やっぱり女の子一人いると花あるわー、みたいな。なるほど。応援しちゃおう。私、うん、女の子だから応援しちゃおう。そうやな。そうやな。うん。ものの20秒ぐらいで、ね。早いね。早いね。あれ、もうぜ。
おお客席がこう海が割れるかのようにサパーなったよ。私はもうもうその真ん中を堂々と歩いていたわけやろ。堂々と、うん、移民を引き連れてな。堂々と、堂々とだけどちょっと躊躇しながらこれちょっとよどうなんだからこんなに海割れますかぐらいの一言目からもうね、あそうあっちの岸行っちゃった。そうか、鳥居さんは男性のファンが多いからね結構ね、うん、そんなことないと思う。女性のファンもおるけどね。レズが好きです。レズが好きかどうかは聞いてません。今聞いてません、はい、あの話どの話やねん。話ね。何やねん、すげえ聞きたいけど、ね、今聞きにくいやんけ。水も甘いもんね。水も甘いも知ってんの、うん、ね知ってる。なんかそうか、なっちゃんとしかね、酸っぱそうやけどな。なっちゃんとしかね、うん、あのねサンミュージックで仲良くしてくれる人がいない。ねラブカップルの香りも長いやんか。そうだ、うん、忘れとったんだ。忘れたんだ、さっきまで楽屋おったやんけ。そうだ、忘れたんだ。3人で今日行ったん ね、うん、どこ行った。いや別にええやろ、別にええやろ、別に言ってやっか、言ってやっか、そんなに気にならねえよ、言ってやっか、言ってあげて。六本木ヒルズミッドタウンタワー。何それ六本木ヒルズ、六本木ヒルズな、うん、いっぱいおしゃれな店とかあるから、ね、あ次回やること書いてくれた大食い対決、トリークイズ大喜利多入賞、それはこれの名前。それはこれの名前。うん、落語、うん、あ落語やりたい。トライアスロン、ほら見て、うん、うん、両手に持ってるやん。扇子をマラカスでな、うん、行くわけや、うん、落石そうやな、できそう、うん、太いな、それだいぶ太いけど、うん、やれる、やれるか、うん、じゃあ落語やろうか、次はな、やる、うん、トランプな、トランプ、私ね、トランプ今ね、あのね、ありがとうね、トランプのね、全部いろいろ集めてるの、トランプ集めてんね、かっこいいトランプばっかり集めてるの、うんうん、ババが3枚ね、ババが3枚のやつもらったんね、うんうん、あのね、うん、そして、うん、あのね、トランプね、そしたらすぐ送ってきてくれたんよ、にょ、うん、送ってくれ、送ってきてくれたの、うん、だからありがとう。今このタイミングでクレサガさんトランプ持ってこようとした、今アホか、終わりだ。アホか言うな。さあアホかっていうのを学んだの、あのね藤井さんが教えてくれたの、関西弁のね、うん、いいところと嫌なところ。俺が、うん、アホか。あれ俺のアホかダメ。でも今回こうやってハイタッチをやらせていただいて、おうおうおう、愛想笑いがうまくなりました。愛想笑い言うな。鳥居さん、明日本出ます。夜にはずっと二人夜の。本デマンド。ソフト本デマンド。ソフト本デマンド。バカ野郎。違うだろう。厳冬者さんから、出てますんでよろしくお願いします。そしてもう一つ告知あるんですけれども。なっちゃんちょっと読んだね。うん、うん、読んだ。こちらですね。だね。うん。ですね、8月の21日に、大爆笑三味塾、こら大爆笑三味塾ゲットライブ、これ CS 日テレの方でやっていた番組が DVD になりまして、それが8月21日に出ますんで、皆さんよかったらお買いください。お願いします。次さ、なぞなぞとかやる、うん、またなぞかけやろ、あとね、大食いもやる。大食いもやる。月平早食い対決やりたい。やる。やりたい。あと、カモメの卵。カモメの卵の、ま、周り以外の中だけ食べるやつやりたい。難しいな、それ。できる。ポッポッポだ。本当？うん、私ね、あのね、ケーキね、あの、うん、とかね、早食いしたい。あのね、それとね、やりたいこといっぱいあった。あのね、ビジ、あのね、あのね、今言わないでよ。もやりたいしね、16連射もやりたいしね。16連射、高橋名人。うん、やりたいし、マスゲームもやりたいし、ね。最後さ、マスゲームやめといてくれ。なんかある？チャットの人なんかあげる？なんかあげる？最後やからな。あげないって言うからあげない。安藤さん安藤さん意外なところに敵がいたよ。安藤さんの糸元で最終回プレゼントなくなっちゃったよこれ。安藤さんあげなくていいですか？あげなくていいって言うならそれが正しいと思う。あごめんなさい、俺あげたかったけど安藤さんがどうしてもあげなくていいって言うんで、鳥居さんもじゃあそれでいいですか？はい、あしょうがない。というわけで最終回プレゼントはなしでーす。残念。これね、あのね、うん、健康な時にね、状態の時に読むとちょっといけないかもしれない。何？ちょっとあの私のことをあのね、うん、好きな人が、うん、読んでちょうどいいぐらい、ちょうどいい、フラメに読ませたら、うん、どんどんネガティブになってって、ああそういう本、うん、でまだでも平気なやつもあるみたいです。万人受けするのも入っています。短編が入ってるのかな、短編か全部でどうなのか。ああなるほどね、うん、分かった。これね、あのよく噛んでからお召し上がりください。食べちゃダメ。食べちゃダメよ。噛んじゃダメよ、そんなの。ヤギだとしたら？ヤギだとしたら食べてもいい、バカ。
あー乗りツッコミすごい乗りツッコミっていうのね、結構するよこの人、結構する、3回に1回。あ、結構するね。ごめん先輩風吹かせちゃって、いいすいませんわあ、この2人の力関係全然分からんかったわ俺、1時間頑張ってみたけどさあ、というわけでそろそろ最後なんですよ。偽物を買えれ、また何のまで吉田栄作、いや新幹線、新幹線大衆です、新幹線大衆、ビーチボーイズ夏になると絶対再放送するな、坂本一世、坂本一世のことが再放送絶対するな、そう坂本一世、再放送してる、ビーチボーイズこの間もやってたよ、ほんで絶対最終回付近でマイク巻きが海でちょっと行方不明になっちゃう、脇毛見えてる脇毛あ、むしろ痛い、なんでそんなことすんの、これプレゼントでしょ、ちょっと待って、やかだ、これプレゼントでしょ、いや、なんで、じゃなんかしないけどめっちゃ恥ずかしいやんけ、これこれプレゼント、あかん、3本、いや、めっちゃ抜いたやん、これ、じゃこれに、いや、ダメダメダメ、書いてプレゼントします、いや、そんな無理やって、はい、これ、え4本、ちょっと待って、いや、こんなん見したくないけどさ、プレゼントね、6本ぐらい抜いてるやん、なんでそんなに掴むの、6本でもわーきげほら見て、一人でもレーニン三人でも千人、それやめてもらっていい、じゃあこの脇毛に一本鳥居さんの脇毛を混ぜてプレゼントしますはぁって何今の、ほんまにあげんの、ほんまにあげて、いやいや、もうそんな絶対誰も来えへんよ別に、そんな、じゃあ分かりました、というわけで今回の、今回というか社交辞令でハイタッチ、これで最終回、最後になりますけれども、次回から名前を変えてスタートします、いやだったらいいな、だったらいいな、イエーイ、うわー被告人わっしょいどういうことやねんそれさあ、だけで皆さん楽しんでいただけましたでしょうか、私はね、楽しかったと思う、よかった、それは何より、や思う思う思う、また次回会うことがあれば皆さんよろしくお願いします、こういうね、テーブルね、好き、好きだね、よかったね、こういうテーブルの前で一度でも言いさせてもらえたっていうのはすごい、じゃあ電子公演の広い林さんからなんと花束の、鳥居さんへ花束の贈呈です、ね、で原始公園、原始、ほら立って立って、ほら立って、ほらよかったね、はい、おめでとうございます、ありがとうございます、ちょっと待ってください、何気に僕も栗坂さんからもらってしまいました、あー、こっちの花綺麗、こっちの方がいい、どうも皆さんありがとうございました、ありがとうございました、バイバイ、またの日まで皆さんどうもさようなら、お元気でーす、うん、バカやろ、うまい